海と日本プロジェクト in 徳島。アスタムランド徳島に来ています。リポーターの木戸弥生です。以前こちらのイベントをご紹介しましたが、今日はワークショップも開催されているんです。私がリポートしますよ。このワークショップは海と日本プロジェクトとの連携で海洋ごみについて学んでもらうイベントの一環で行われました。こんにちは。こんにちは。こちらではどういったワークショップをされているんですか？はい、こちらでは海で拾った流木を使ったペン作りと再生プラスチックを使った内輪の絵付けっていうのをやっております。楽しみながら海のゴミについて考えてもらおうということでやっています。なるほど。私もチャレンジしてみます。意外と難しいですね。綺麗な海をイメージして出来上がりました。参加者は思い思いに流木ペン作りや内輪を絵付けし、同時に漂着物やプラスチック再生について学びながらワークショップを体験しました。今まで捨てていたことが多かったので、これからはたくさんリサイクルしたいなと思いました。海を守るぞ。ペットボトルのキャップ、身近なプラスチックが捨て方とか取り扱いによって海ごみになるんじゃなくって、次に使える循環型のプラスチックのことを伝えれたのが良かったなと思います。皆さん、親御さんの感想の中にも、じゃあ捨て方とか持っていく場所とかを考えなくっちゃっていうお言葉をいただいて、とっても心強くなりました。今日はプラスチック再生についても知ることができました。このような企画を通して海洋ごみを減らす方法を考えるきっかけになってほしいですね。海と日本。今日も見てくださりありがとうございました。 Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。